マイケル・エドワード・クルーコーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ロングビーチ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1970年の MLB ドラフト32巡目で、カリフォルニア・エンゼルスから指名されたが、入団せずにカリフォルニア・ポリテクニック州立大学、サンルイス・オビスポ校へ進学した。1973年の MLB ドラフト8巡目で、 シカゴカブスから指名され、プロ入り。1976年9月6日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。翌1977年より先発ローテーション投手として投げるようになり、1980年には初の2桁勝利を挙げた。1981年12月8日にリッキーノールズ、ダンラーソン、 キース・モア・ランドとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。1982年はエースであるスティーブ・カールトンに次ぐチーム2位の13勝を挙げた。1982年12月14日にジョー・モーガン、アル・ホランドとのトレードでマーク・デイビス、シー・エル・ペニンガーと共にサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍した。 移籍初年度の1983年から2年連続で11勝を挙げた。1985年は8勝と調子を落としたが、1986年はキャリアハイでこの年、ナショナルリーグ2となる20勝を挙げ、オールスターにも選出された。だが、翌1987年以降は一桁勝利で、1990年3月に引退を表明した。引退直後より、 スポーツキャスターとして活動。当初はジャイアンツ戦のラジオ解説が中心だったが、1994年よりフルタイムの解説者となる。現役時代もジャイアンツで同僚だった実況のデュアン、カイパーと通称クラッククイップの名コンビで親しまれている。2008年にはジャイアンツの球団伝道入りを果たした。ありがとうございます。